し、プランも出来上がり。リリー調合してたの？うわ、熱々ドッカンじゃん。熱々ドッカンでしょ。グラムだよ。どうして変な名前つけてるの。そっちの方が分かりやすくない。そんなことないと思うけど。じゃあこれはなんて名前なの。これビリットボム。わかんないよ。規則があるわけでもないんだ。当たり前でしょ。決まりに縛られてるようじゃ錬金術師としては三流だからね。そうかな。その名前ほとんどの人には通じないよ。いやいや、そんなことないってば。大衆受けする斬新なネーミングだよ。スーちゃんのネーミングセンスがおかしいのは知ってたけど、ここまでだったとは。お父さんにでも似ちゃったのかな。やっぱりお姉ちゃんとして注意すべき。リリー、違うぞ。あのセンスは俺ではなく。あれ、ロゼ、またその爆弾作ってたの？あったかボム。なんだそれ。フラムな、フラム。錬金術の道具って覚えにくいのよ。もっとわかりやすい名前にしてちょうだい。わかりやすい名前って言われてもどんなのならいいんだ。そうね、例えばこれ。ああ、クラフト。ブニバスターでいいじゃない？こんなの。もっと直感的な名前の方がいいと思うわよ。いや、でもウニバスターじゃ何が何だかわからないだろう。じゃあこれはなんて名前にするの？そうだな、ウニバスターで。ウニバスター、一周回ってありかもしれない。オネット、君の魂はあいつらの中にしっかり息づいてるぞ。変なところだけな。